加藤貞康は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、美濃国黒の藩主、宝紀国与那子藩主、美予国大須藩初代藩主、加藤光康の次男。天正八年、橋場秀吉の家臣、加藤光康の次男として誕生する。文禄二年八月、父、光康が、朝鮮出兵において沈没したため、14歳で、 家督を継いで秀吉に仕え、海の国を領した。文禄三年、女人寺、豊臣政を下手された。文禄四年に、美濃黒の四万国へ違法となった。慶長五年の関ヶ原の戦いにおいては、当初、石田三成に従い、その要請を受けて、尾張犬山城を守備したが、東軍に寝返って、井伊直政の指揮下に着く。大垣城にて西軍と対峙した後、本戦では、 島津義弘率いる島津軍と戦い、本戦後は稲葉貞道と共に、西軍の長塚正家が守る水口、岡山城攻略で功を挙げたため、徳川家康より所領を安堵された。貞康は黒野城と城下町の建設に努め、慶長15年1月には黒野に落一の免許状を出した。7月15日に二万国を加造されて、 後期夜名ご藩6万国の藩主となる。慶長19年からの大阪の陣では、徳川方として参戦して、先行を立てた。玄奈三年に、伊予オース藩に、同じ6万国で違法となる。玄奈九年5月22日に死去した。享年44、後あと、長男の安置が継いだ。黒の上司の加藤貞康賢章費。ありがとうございます。